一社提供はテレビ番組やラジオ番組などへの提供を単独の企業または企業グループによって行うことを言う単独提供、買い切りと呼ばれる場合もあるただしテレビ番組やラジオ番組においては提供スポンサーの冠が入った番組名となっていたり番組で流される CM すべてがこの提供スポンサーであったりする場合を一社提供と呼び 提供クレジットは一社のみの表示であっても多くの CM 枠がパーティシペーションである番組は一社提供と呼ばない場合が多い。現在では通常放送番組への提供は複数の企業などによって行われる例が多いが民放創世紀には未だ番組の著作権という認識は社会的に生成されておらず一社で番組を提供することにより 番組に対して所有者として大きな影響力を持つ場合が一般であった。これは占領期でもあり先行するアメリカの制度の模倣である。また番組名に提供会社名もしくはブランド名、商品名が関される場合がある。なお特にスポーツ大会、音楽、文化公演などの中継においては冠無協三者の単独提供ではなく、 複数の企業との合同提供により協賛する場合も多くある。初期の民間放送では一社提供が原則で内容的、形式的に番組内容と強く結びついているものも多かった。また1960年代後期まではスポンサーが専属契約したタレントや番組出演者がスタジオの隅や舞台上で商品の実演を行う、いわゆる生 CM が 代表的な手法だった。しかし、制作費の高騰に伴う予算の増大により1970年代では一社提供の原則は崩壊して CM は短編の映像を機械的に挿入する形式へと移行した。さらにバブル崩壊による平成不況以降は一社単独での提供番組は減少傾向にある。最近はゴールデンタイム以外の30分枠でのバラエティ番組、 もしくは5分から15分までの視聴率調査対象外のミニ番組で多く見られる。さらに番組内容にクレーマーが払う建て会社への伝突、不買運動等に発展してしまうのを避けるため、現在では一般的なバラエティ番組の一社提供はなくなり、共用番組と対談番組、ドキュメンタリー、ドラマに絞られている。電力会社やガス会社など、 営業エリアが限られる業界の提供番組では、純キー局の制作番組を中心に番組販売という形で、関東地方の独立放送局や区域外の同一系列局を中心に非提供でネットしているところもある。新種協定上、酒造会社のようにテレビ番組での単独提供がミニ番組に限られているものや製薬会社のように単独提供が 前半の30分までとなっているものもある。実際、前者ではその会社が筆頭の複数社提供としているところもあれば、系列の清涼飲料水メーカーの共同提供としているところもある。後者が提供する検証金が支給されるクイズ番組では、最大10万円までであり、それ以上の賞金は制作局が預かることになっている。一社提供の弊害として、 競合する同業他社のコマーシャルに出演している芸能人が出演できないことが挙げられる。仮に出演する場合、出演する日のみスポンサーを交番し、AC ジャパンなどの公共広告 CM に差し替えられることになる。これは複数社提供でも起こり得ることだが、一社提供の方がリスクが大きいためこのような例は稀なケースである。また、 提供スポンサーに何らかの不祥事が起こったか、あるいは一時的にスポンサーが CM を引き上げた場合、CM は全て AC や各社が制作する、お詫び CM、各局の他番組宣伝に差し替えられることとなる。他にも、スポンサーの意向がダイレクトに影響され、視聴率関係なく親会社の事情や、紫三寸で打ち切りにさせたり、反対に、社のイメージを壊さない内容であれば、 目標を達成していなくても番組を継続してくれるなどである。なお、全国ネットの一社提供番組は基本的にネットワークセールス番組であり、一部系列局でネットされていない場合は、ローカルセールスではなく地域限定ネットワークセールスであり、一社提供スポンサーの推薦を受けないとネットできないという制約がある。 長寿番組になると、スポンサーの撤退や複数社の提供となり、発展的に一社提供がなくなるという話題は、新聞やニュースに取り上げられるほどのものになる。ありがとうございます。